誰のために市長になったんだい。上司には朝鮮部落という名前のところがあったが、今でも子供のちまちょこり一枚地方新聞に載ってねえんだよ。だから川西清が怒って戦ってんだい。はい、そこの人種差別の市長、まだわかんねえのか。人に情けをかけて人を下に置いたなら、それは人種差別の長友姿勢。朝鮮人が作った調布の金子の歴史の保存会の川西京を追い出して、側近職員を防波堤に利用して出世を餌にして、暴力差別無視無能見て見ぬふりの長友さん、そこのちょっぱり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 の長友市長に物申す。川西京の叫び、ペクトゥさん、クンガンさん、チョンリマ朝鮮、長友よしき市長に詫び状もらう。人がいて自分がいるんだ、自分がいて人がいるんじゃねえんだ。全部部下の責任にして、出世と天下りを餌にして、俺が送った内容証明まで無視してんじゃねえよ。人を二つに分けて人を下に置いちゃダメ、それは福沢諭吉論、長友よしきじゃない。金子族が名付けた入間川なのに、入間川に変えたのは中伏。東京都の河川部水洗係は調子のせいにして、役所は非を認めない、市長は責任逃れする。そこのちょっぱり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 の長友市長に物申す。朝鮮編の叫び、ヘドガン、リムジンガン、ハンガン、長友よしき市長に詫び状もらう。調布人に情けをかけたふりをして、地元の在日朝鮮人を大嫌い嫌う。川西京が調布のために勉強会を開いたら、よしお市政は100人、長友市政はチェルだった。そこのちょっぱりちょっぱりちょっぱりの長友バカ市長に一言物申す。川西京の叫び、ペクトゥさん、クンガンさん、チョンリマ朝鮮、長友よしき市長に詫び状もらう。ただいまの団体名、個人名、役所名、市長名、たくさん言いましたが、実在の方とそっくりさんでも、ウェクションでございます。実在の方とは一切関係ございません。詫び状をもらうなんて、川西京、でかい面すんじゃねえよ。全部、フィクションだい。なんだこの野郎。怖い。階段どっちだっけ。怖い。追っかけてくるんだから。視聴室まで。みんなフィクションです。
お芝居でした。失礼いたします。